ちょうどよかった。新岡から次の対戦に関して提案があった。俺んとこにもメールがあったぜ。指名試合のことだろ。そうなんだ。何を企んでるかわからないんだが、次の対戦相手を指名で達也に頼むって言ってきやがった。しかも1000万も持ってた。は？なんだ、金を払うほどの理由があんのか。どうやら次の相手はあまりにも手のつけられない危険なやつで、アシュラから追放されたらしいが、無理やり呼び戻したという噂だ。ここで達也を潰さないと厳しいと思っているだろうよ。まあどうせ俺がやるつもりだったから構わねえけどよ。相打ちの覚悟で来るかもしれない。気をつけてくれ。第7章罠。峰岸さん強すぎるわよ。紗英子ちゃんは勘に頼りすぎなんだよ。ちょっとは相手の手の内読まないとね。頭使うの苦手なのよ。ねえ、君どこの店の人？はあ？ちょっと飲みに行こうよ。ね？やだ。そんな釣れないこと言わずにさ。ちょっと。え？店内で揉め事は困ります。てめえ、まことや。すいませんが、帰ってもらえませんか。なんだよ。ありがとう、助かったわ。助けたんじゃねえよ、店の迷惑だからな。偉いぞまこと、よく我慢した。そうだ、お前初めてだっけか。こちらパブスカーレットのサエコちゃんだ。よろしくね、マコト君。そうだ、ご褒美あげる。携帯貸して。なんだよ。いいからいいから。じゃあはい、こっち来て。はい、チーズ。やめろ。何やってんだよ兄貴。照れちゃってかわいい。かわうぶだな。許してやってくれ。あれでもドラゴンヒートに入ってマシになったんだよ。ドラゴンヒートって？ほう、聞いたことあるか。さすがはカムロ町の飲み屋のママだ。今もあるの？ああ、でも先代の茎がやってた頃とは違った雰囲気になったぞ。地味にはなったが、若い連中が自主的にきちんと運営してる。いいことだ。そう、あの誠も出会った頃はまるで野獣でね。児童養護施設を飛び出して悪さばっかりしてるやつだったんだ。そこで俺も考えた。半端なやり方じゃああいうやつは成長できない。で、亡くなった茎さんの息子に頼んで苦肉の策でドラゴンヒートに放り込んでみたんだ。へえ。まあやんちゃなのは変わりないが、それでも随分変わった。俺にはわかる。さっきみたいな客とも以前だったら即喧嘩になってただろうさ。似てるわ達也に。そういえば達也のやつ最近連絡してこないけど大丈夫かしら。は？それでプロデビューの話を蹴って地下格闘場で戦ってるって、相変わらずわけわかんねえやつだな。けどまあそれがお前だしな。しかし本当大丈夫かよ。悪い、心配かけて。まあお前が納得してやってんならいいけどよ。それでそのさっき言ってた野崎って誰なんだ？ああ、アシュラお抱えの整体師で、さらに占い師なんだ。整体師で占い師ね。なんかうさんくせえな。そうなんだけどよ、整体の技も凄腕なら占いの予言もかなり的中するらしいんだ。カジノのルーレットで数字を連続で当てるのを間近で見た。そりゃすげえじゃん。そんなにルーレット当てられるなら大儲けできそうじゃね。まあな、ただなんて言えばいいのか、得体の知れねえ恐ろしさっつうのがあるんだよ。こう暴力じゃなくて心の闇っていうか。お前も会えばわかるよ。はあ、でもよ、そのリオってやつ、そもそもどうしてお前にわざわざ占いの予言をするんだ？
そうなんだよ。どうにも俺は戦うほど誰かを不幸にするらしい。それはこのカジノに集まる人間たちと同じく金に溺れし者、その者こそが死神に足首をつかまれることになる。次は君は自分の拳で仲間を殺すことになるよ。その後もいくつか予言を受けて事件は起こっちまったけどよ、実際にどこまでが本当でどこまでが仕組まれたことなのかわからねえ。でも俺はどうしても野崎亮がなんか今回の騒動の鍵を握ってると思ってんだ。わかった。そんなに気になんなら俺も調べてやるよ。勉強の合間になっちまうけどよ。勉強っていうか修行って感じかな。おう、俺実家の店を継ぐことにしたから。マジか。お前が継ぐって、大丈夫かよ。すぐに潰れんじゃねえの。うるせえな。ま、やれる範囲で調べてみるわ。最近カムロ町が変な感じになってるのが俺も気になってたよ。ん？この間も親父の知り合いで居酒屋やってる人が借金を苦にして自殺した。関西系のチンピラが追い込みかけたって噂なんだ。関西系？こんなクソみてえな街だけどよ、俺結構好きだったりするんだ。で、ちなみに次の予言は何だったんだ？君は大切な人間を見殺しにする。大切な人？誰だ？わかんねえけどよ、誰であろうと俺が絶対に死なせねえ。お姉さんのことかな。それじゃあ野崎ってやつは俺が調べといてやるよ。ああ頼んだぜ。なんかヤバそうになったら連絡しろよ。心配いらねえよ。わかったらメールすっから。携帯のメール？誰からだ？楽しみにしとるで。指名試合楽しみやの。大切な人を見殺しにするらしいな。まあお前に大切な人がおるとは思えんけどな。ほな蒼天堀で待っとるで。指名試合？何それ？よくどうやって俺のメアドを。いやそれよりなんだ指名試合ってのは。しゃあねえ、流暢に聞いてみるか。何事？ということでね、バタバタとムービーが流れましたが、新しいショーですね、始めていきましょう。ということで、逆指名、なんだっけ、指名試合かっていう話でしたね。久喜組の事務所に行くところからスタートですかね。まあでもその前にサブストーリー進めちゃおっかな。そっちも気にはなってるので、ちょっとボクシングじゃないやつに変えてから行こうかな。あそこかな。あ、ルーマルシだ。ん、あいつは確か千秋か。よう千秋じゃねえか。こんなところで何してんだ。原稿料が入ってから自分にご褒美をと思ってね。達也くんはどうなの？飛天の殺人ゲームはどうだったの？ああ、飛天はぶっ潰してやったよ。本当に？ちょっと待ってよ、それ記事にしていい？別にいいけどよ、情報はただじゃ売れないぜ。それもそうか、でも今バッグを買っちゃったし。ねえ、情報料ってお金でなくてもいいよね。え？カムロ町のホテル街で待ってるからさ、後で来てくれる？情報料はそこで払ってあげる。どう？そうだな。じゃあ飛天の情報はその時に渡すよ。取引成立ね。じゃあ私は先に行ってるね。なんか達也エロいこと考えてないこれ。情報料はホテル街でか。じゃあね、ちょっと言っとくか。絶対違うけどなこの感じ。千秋ちゃんがそんなことするわけないでしょうよ。達也絶対エロいこと考えてるもんなこれ。なんかこっちの方にも、なんだ？おいおい、それはまずいんじゃないんですか？女相手に凄んじゃったら。これは助けなきゃ。あ？ここか。もう一個は。あら、確かバイトの達也くんよね。わかんないの？化粧してないからかな？あたし、カレン。誰？達也くんが黒服のバイトしてるキャバでキャバ嬢してるのに。
ああ、社員のキャバ嬢かよ。俺は単なるバイトだからな。キャバ嬢全員の顔なんて知らねえよ。ひどいな、私は達也くんのことよく見てるのに。そういえばさ、最近バイトしに来ないよね。どうしたの？デートで忙しいとか。そんなんじゃねえよ。あ？ん？フロムマオミジェラシー 100%。 マオミって、ゴリマッチョの男か。達也くん今話してるその可愛い女の子は誰？私が見てるの分かっててそんなに楽しそうにしてるのね。乙女心が傷ついちゃうよ。うるさいんだよこいつ、何言ってんだ。ちっ、またあいつか。いい加減うんざりだぜ。ほーら、やっぱりいい子ができたんだ。ちょっと焼けちゃうな。勘違いすんなよ、こいつは女じゃねえぜ。おい、そこにいるのは分かってんだ。隠れてないで出てきな。達也くん気づいてたの？知らんぷりしてるなんて意地悪。分かったろ、最近ずっとこいつにつきまとわれて困ってんだ。あそうだったんだ。私分かねえよ、このお店でキャストやってるの。ま、私は真央美よ。達也くんを愛する乙女なの。思い切って聞いちゃうけど、あなた達也くんの何なの？ねえ達也くん、いいこと思いついちゃった。ちょっと耳貸して。私が彼女のふりして見せつけてあげようか。そしたら彼も諦めるんじゃない？まあそいつはいいかもな。絶対諦めないと思うけど。そいつはありがてえけど、お前店の方はいいのかよ。大丈夫、一度達也くんとデートしてみたかったんだ。私はね、達也くんの彼女なのよ。こんなにラブラブなんだからね。おい、まあそうなの？マオミタン今ジラシバックスよ。でもよく見たらあなたたちどっかよそよそしい感じじゃなくって？もっとラブラブなとこ目撃しないと二人が付き合ってるなんて信じられないわ。例えば恋人同士なら二人でスポーツして汗流したりするんじゃないの？は？どういう発想だそれ。どこまでめんどくせえ野郎なんだ。私ならいいわよ、このままデート行こっか。ねえ達也くん、私ボーリングに行きたいよ。シャーリー行くか。私もついてってしっかり見届けるからね。いいよ来なくて。達也くん、私ねボーリングで75点取るとこが見たいな。ま、この女75点たら結構な高得点じゃないのよ。よしやってみっか。じゃあやりますか。達也くんでもボーリング結構得意だからね。ほいほい。いや、まっすぐだからこれ大丈夫か。うーわ、だるいって、だるいって。まあいい感じじゃない？ちょい曲げぐらいじゃない？うまいな相変わらず。これでも75点いくのかな。おいー、あっぶねー、ストライク。よし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 、危ねえ危ねえ。しゃあ行け。こっからぐいっと曲げて、うーわマジかよ。いい感じで残ってくれるな。うざいぜマジで。うい、これはまあさすがにいけるでしょ。 OK、 まあ75はもういきそうだね、普通に大丈夫そう。てかフレーム5以外選べない可能性あるなこれ普通に。さあどうだ、いいんじゃないですか。うい、オッケーオッケー。まあ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 、いったね。よし、いい感じ。達也くんかっこいい、ますます惚れ直しちゃった。その親密すぎる感じ、本当の恋人同士みたいね。でもこれだけじゃまだ信じられないわ。恋人同士なら彼女のためにアクセ買ってあげるぐらいすんじゃない？ねえ達也くん、私欲しいアクセがあるの、ルーマルシェに行きたいよ。しゃあね、行くか。私もついてってしっかり見届けるからね。もういいよこれ、何なんだよ。達也くん、私ねイタリア製高級ネックレスが欲しいな。ま、このナシレット高額プレゼントのおねだり、どうすかな。いや、まあ、別にいいけど、イタリア製高級バッグつったっけ、ショルダーバッグか。ああ、まあ8万円だったら全然いいよ、120万持ってっから。はいはい、これでいいんですかね。え、相手ボックス送ってよろしいですか。いいえ、これなんで送るしかないじゃん。この場合どうなんの。ありがとうございました。
達也君ありがとう。私これずっと欲しかったんだ。あ、いけるんだ。そんな高いものを買ってあげるなんて本当の恋人同士みたいね。でもこれだけじゃまだ信じられないわ。もういいって。恋人同士なら二人で美味しいものを食べに行ったりしないの？少しお芝居が必要みたいね。ねえ達也君、私お腹空いちゃった。お寿司屋さんに行きたいよ。しゃあね、行くか。私もついてってしっかり見届けるからね。お前いつまでやんだこれ。達也君、私ねウニが食べたいな。わ、タバコとかカッパ巻きとかいくらでも安いものはもうあるでしょ。そうだ、まあしゃあねえか、なんでもいいぜ。いらっしゃいませ。えいらっしゃい。ねえウニね、ウニウニどこよ。わ3000円。いいよウニ食え。ほらプレイヤーは食事、あープレイヤーも食事すればよかった。また来てくんな、これ大好き。ねえ達也君、今キスしたらお寿司の味するかもね。なんてハレンチな会話。二人は本当の恋人同士みたいね。でもこれだけじゃまだ信じられる。はあ、恋人同士なら二人でホテルとか。いや、やっぱりそのダメ。ナイブの乙女心がもう限界よ。さよなら達也君。うわーん。お、終わったか。焦らせやがって。ホテル行けって言い出すかと思ってヒヤヒヤしたぜ。私なら行ってもよかったのに。おお、おいお前。行けない。もうこんな時間だ。そろそろお店に出なきゃ。マネージャーに叱られちゃう。達也君、いろいろしてくれてありがとう。本当のデートみたいですごく楽しかった。これ、私からの礼を受け取って。救急箱？おお、サンキュー。国産ダイバー装置。またね、達也君。バイバイ。まあ、助かったけど、おかげさまで。おかげさまで助かったけど、ここの、あ、そうだ、千秋のイベントだ。あ、猫？よし、オッケー。よし。千秋のとこ行くか、じゃあ。千秋のホテルって何ですかね？何かしてくれるんですかね？楽しみだな。タクシーで行っちゃおうかな。なんていうか、ヒューガに怒られないかな？大丈夫かな？え？なんだ？誰かいる男の人と。千秋。あー、達也くん遅かったね。こいつ誰だよ。三人でやるなんて聞いてねえぞ。エロいこと考えてんじゃん。三人でやる。やるのは達也くんとイラムくんだよ。おっす。は？俺がこいつでやる。俺にはそんな趣味ねえぞ。イラムくん、こう見えて学生ムエタイ大会で日本一なんだよ。達也くん、もっと強くなりたいでしょ。だから情報量としてムエタイを教えてあげようと思ってさ。なるほど、そういうことか。これでムエタイ手に入れるのか。まだ持ってなかったもんな。おっす。なんだよそれ。イラムくん、達也くんにムエタイの稽古つけてあげて。あ、手加減しなくていいからね。おっす。ちょ待ってよ。レベル14でムエタイレベル5強っ。いや達也くん、千秋ちゃんとはさすがにやれないよ。ヒューガのね、兄貴のこともあんのに。うわ、ちょ、外した。ほい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 。うわ、ぶね。うわ、くそ、お前ムエタイなのに。まさかの寝技。よいしょ。立ち技で来ると思ったのに飛び込んできやがったこいつ。よいしょ。あー、弱っ。え、どうだ。おっす。さすがね達也くん、日本一のムエタイ選手を相手にしてなかなかいいファイトだったわ。お前らふざけんじゃねえぞ。アシラと試合してる達也くんにとっては最高の情報量じゃないの？お前そんなことまで知ってるのか。蛇の道は蛇ってね、カムロ町と蒼天堀が騒がしくなってるからちょっと調べてみたんだ。たくお前の行動力には頭が下がるよ。で、飛天の情報は？首謀者は誰だったの？それは、俺は千秋に飛天の情報を渡した。へえ、そうだったんだ。アシラが絡んでたとはね、驚きだわ。ま、そういうことだ。奴らは危険だからあまり首を突っ込まない方がいいぜ。考えとく。それじゃあ情報ありがとうね。また何かあったらよろしくね。まあさすがに千秋ちゃんとやれねえよな。まあ千秋のことはいいか。ムエタイね、確かに実戦で使えそうだな。やった、ムエタイ欲しかったんだよねこれ。さて、じゃあもうメインストーリーだな。
メインストーリー進めちゃいましょうか。お、覚醒の極み出た。いいね。無限のスタミナ強っ。ヒートダメージ速度プラス4。えぐっ。いいね。うわ、覚醒の極み育てちゃおっかな。うわ、熱っ。メータリス育てようと思ってたのに。サブストーリーしてたら。ラッキー。助かる。みんな集まってんのかな。あれあれあ、あれお前一人か。ちょうどよかった。ニオカから次の対戦に関して提案があった。俺んとこにもメールがあったぜ。指名試合のことだろ。そうなんだ。何を企んでるかわからないんだが、次の対戦相手を指名で達也に頼むって言ってきやがった。しかも1000万も持ってた。は？なんだ？金を払うほどの理由があんのか？どうやら次の相手はあまりにも手のつけられない危険なやつで、アシュラから追放されたらしいが、無理やり呼び戻したという噂だ。ここで達也を潰さないと厳しいと思っているだろうよ。まあどうせ俺がやるつもりだったから構わねえけどよ。相打ちの覚悟で来るかもしれない。気をつけてくれ。わかった。ああ、わかった、すぐ行く。龍翔、どうした？誠が雀荘でパクられやがったんだよ。は？誠が？公務執行妨害容疑だとよ。まったく。何？どうした？姉貴まで逮捕されちまった。なんだと？達也の姉さんまでパクられたのか？どうなってやがる？ジャンジャンタクって雀荘知ってっか？ああ、峰岸ってオーナーがいてな。俺に誠を預かってくれって言ってきたおっさんだ。本業は区会議員だがな。何？政治家か？俺も政治家は好きじゃない。ただあのおっさんはまともだぜ。だから俺も誠を引き受けたんだ。おい、誠も姉貴も大丈夫だったみてえだ。カムロ警察署前に行こうぜ。何だったんだ？達也、遅いわよ。姉ちゃんのピンチなんだからもっと早く来なさいよ。たく、口の減らねえ女だな。紗英子君は事情聴取だけだったからよかったんだが、この八代ってガキは警官をぶん殴りやがったから、こじつけて出すのは一苦労だったぜ。悪いのはあいつらだろうが。峰岸さんを寄ってたがって袋にしやがって。え？竹中さん、峰岸さんはどうなるの？俺も聞いてみた。でも残念ながら用意周到に風営法違反と、おまけに脱税の容疑までかけられて即刻起訴されちまった。ぜ、汚ねえ真似しやがる。雀荘の経営者なんてイチャモンつけようと思ったらいくらでもできるからな。あの人はそんな人じゃねえよ。そうね、あの雀荘はカムロ町の商店街の人たちの憩いの場よ。峰岸さんも地元の店を回って自腹で飲んで食べてくれるような人なの。地元では人望もあって現職の区議会議員でもあるし。なんとか峰岸を出す方法はないか。私、お客さんに弁護士の先生いるから、今日店に来るかも。頼んでみるわ。竹中さん、ありがとう。じゃあね。ああ、気をつけろよ。さっき署で耳に挟んだんだが、摘発はこの店だけじゃなかったみてえだ。何？カムロ町中の雀荘が摘発されたらしいんだよ。はあ？どういうことだ。雀荘の一斉摘発なんて聞いたことがないぞ。そうなのか。際どい風俗とか裏の商売とかならまだしも、町の雀荘だぜ。庶民が小遣いでやってる程度の賭け麻雀だ。警察が本気になるなんておかしいだろうが。実はよく分かってねえ。俺たちにも話が通ってなかったぐらい急な摘発だ。だが雀荘だけじゃねえんだ。の？パチンコ屋もガンガンいろんな容疑かけて一斉にガサ入れが始まってる。なんだと？つまりカムロ町中の表の遊戯場ばかりを狙ってんだ。そんなとこまで。何が目的で？パチンコ屋に雀荘。無茶な理由での手入れ。警察の動きが気になるな。
俺は事務所に戻って登場会に聞いてみる。お前はカムロ町の雀荘やパチンコ屋がどうなってるか調査してきてくれ。って言われてもよ、警察が暴走してんのか。とりあえずパチ屋と雀荘、そのあたりの店を見に行ってみるか。まあちょっと時間的にキリがいいんで、今日はこの辺で終わりにしたいと思います。もしちょっと短かったら申し訳ないんですけどちょっと感覚がわかんないんで、多分1本分ぐらいになってると思うんで、この辺で終わりましょうかね。アシュラがやってんのか、パチンコ屋とジャンソーへの摘発。いやー関係ないか、鶴見かな。じゃあ都知事のそこまでするかね。ちょっと目的わかんないっすね全然。まあ引き続き次回もね、サブストーリーとメインストーリーの方交互にやっていこうかな。つってもまあサブストーリーしか、サブストーリーか、あれか、メインストーリーか、メインストーリーしかできなさそうなんで、メインストーリーになるかな。蒼天堀に行けばってとこですけど、まあ蒼天堀は次回のアシュラ戦でいいんじゃないかなと思ってるんで、一旦そこまでお預けかな。ということで本日もご視聴ありがとうございました。よければチャンネル登録、高評価で応援よろしくお願いします。ということでお疲れ様でした。ありがとうございました。